今日は LINE の Q&A をやっていきます仕事が決まりましたこの仕事が決まらなかったら正直不安になりますよくわかるよ、それこんにちは、クリスです夏、暑いっすね僕は暑いのが好きなんだけどもっと好きなのは甲子園です甲子園がたまらないあのスピードが速い真面目で頑張っている高校生が僕大好きなんです でね、ごめん、今日はね、LINE の質問についてお答えできればと思います。あの本当にね、LINE がちょっと大きくなってしまっておりまして、あの先週は70人とかだったんだけど、今、120人の今、コメントを返そうとして、努力をしているんですけれども、一件素晴らしい質問が来たので、ぜひあのお話しさせていただければと思います。であのまが答えられないっていととうううことで僕もどうしようかっ思って、まあ、あの3日間の 3時間か4時間の動画のコーチングプログラムを、まあ、あのプレゼントさせていただいておりまして多分このコーチングを受けるとあの、まあ、結構仕事についての悩みどうやって大好きなことを仕事にしていくのかっていうのが結構具体的になって見えてくれると思うんですよね。で早速 LINE のペンネームの皆さんがですねコーチングを受けてもらってやりたいことが分かったというニュースを伝えてくれました。私 す、少しやりたいことが分かった気がします。英語でいろんな人とコミュニケーションを取りたいのと、マッサージセラピストとして6年やっているんですけれども、それをしているとき、呼ばれ、喜ばれてお金を得られるっていう答えが出てきたので、調べたら、豪華客船って読むのかな豪華客船のマッサージセラピストが出ました。そしてもうエントリーしてみました。すごいわーいでですね、2日経ったら、次の日かな夜かな 質問がこのまたこのラインが来たんですよ。お忙しいのにお返事ありがとうございます。でもその仕事が決まらなかったら正直不安になります。これあるよね。好きな仕事が見つかってでもしその仕事に就くことができなかったらどうなんだろうっていう不安それをですね今日ちょっとお話しさせていければと思います。で実はですね あのおととい僕自分のメンター先輩であるあの本田健さんとお話しすることができて彼にこの質問を聞いてみたんですね。で彼が「えー、DearKen」っていうポッドキャストをやってて多分その質問はちょっとレコーディングされてそこにあのいずれか今月か来月か再来月のポッドキャストには必ず乗ると思うんでぜひね皆さん「ディアケンっていうポッドキャストをダウンロードしてあの聞いていただきたいんですけど「人生相談」っていう。 あの面白いコーナーナ本田健さんがやっててましですよねで彼が言ってるのは好きなことを仕事にするっていうのは好きなそれで恐怖を感じる不安を感じるっていうのは好きな人が見つかったっていうようなことと同じじゃないかなって言ってくれたんですよ。ね、こういう仕事をしたいもう理想の最高の仕事があってそれをやりたいんだけど不安になっちゃう。 それはこういう人と付き合いたい。でもその人と付き合えなくなってしまうっていう不安と似ているって言ったんですね。で、確かに考えると似てるなって僕も本当に思ったんですよ。ね、じゃあどうすればいいのかっていうまず最初のステップなんだけどもし好きな人がいたらね、その人に好かれる自分にならないといけないよね。その人が 自分ののこことを見て、て。この人素敵ってだからまず自分の魅力を上げていかないといけない。かななとけそれはもちろん仕事の場合だったら、ね、これはセラピストの仕事っていうところもあるんですけれどもセラピストの仕事の場合だったらもちろんその技術を上げていかないと話にならないっていうのはまあ現実的なことであるんですよ。 セラピストの仕事に募集したんだけどセラピストやったことありませんっていうのはちょっとハードルが高い気がするんだよねでも皆さんの場合はもう6年間やってる仕事うことはもう多分エキスパートなんですよねすごい上手だから多分腕は大丈夫だと思うんだよでもその人その仕事から好かれ好かれるっていうことになると今度その仕事を雇ってる時その担当者から好かれるっていうことにフォーカスしないと。 それはどういうことなんだろうっていうとこの外面のこともある程度はあるんだけど心の内面のこと、ね、自分は幸せな人で笑顔をしていてお客さんが来るとお客さんに笑顔をすることもできるし誰とでも笑顔になれるよ。本当にいい人なんだっていう印象を与えるとその仕事を雇っている人も、ね、皆さんのことをもっと好きになって。 皆さんと一緒にこの仕事をや,ってやりたい。皆さんにこの仕事についてもらいたいって思うようになる。本当にそれは好きな人を見つけたら、その人が自分のことを好きになってくれるような努力をすると。それにすごい似ているなって思いました。で、もう一つの、あの、本田健さんがてくれたアドバイスなんだけど、それを好きなことを仕事にしている人たち。 好きなことを仕事にしたいと思って頑張ってる人たちと会うといいよって言ったんですよそういう別の人たちと一緒に会うそれが本当に僕はあの大切だと思うんだよねで正直言って僕も今こういう仕事につけたんだけどねあの最初は本当に一人でやってたんだよねで海外でオンラインでやってる人とかを見て で、僕の人生が大きく変わった時は、実際にやっている人と会いに行ったんですよ。で、相談したのね。どうやってやってるの僕はこういうことをやってるんだけどできるかな例えば、マリア・フォーリエっていう人に会いに行ったんですよ。 僕はこういうその時は別の海外向けの YouTube 番組 StreetEnglishTV っていうのをやっててチャンネル登録者2万人ぐらいいてこういうのをやってるんだけど僕はこういうふうに日本で自分の好きなことを仕事にしていってそれで幸せになって生きていくっていうビジネスのアドバイスとかキャリアのガイドのコンサルティングとかセミナーとかやりたいんだって言ったわけよそしたらマリえさんはもしあなたに本当に YouTube でそういう技術があるんだったら 絶対できるよっていう、そういう相談も受けてもらって。で、今度じゃあ、やっちゃいけないことは何だろう。ね、こんなやることがいっぱいあるんだけど、順番的にお勧すすめしてくれるのは何だろうとか。そういう具体的なやり方についても、相談ができるようになったんですね。で、それを何人かやってるうちに、自信もついてきて。で、実際に、まあ、やっている人たちと話していく。で、本当に、その、もし、自分。 の周りりにやりたいいこととを仕事としてて頑張っている人でもうもう一つすごいおすすめできるのがやりたいことをもう仕事にしている人で,できれば自分がやりたいところにもそれをやっている人と話すとすごいいいと思うんだよねでそうすると「大丈夫だよできるよ」って多分言ってくれるんですよ。でもしできなかったらなぜで今のあなただったらできないのかっていうところも ポイントで教えてくれるからじゃあそういうポイント今あなたはこういう技術がないからここをもうちょっと身につければ絶対できるよっていうポジティブな答えを出してくれると思うんだよねこの YouTube を見ていただいている方の中で皆さんみたいにそのやりたいことがあってやりたいんだけどやるのが怖いと思ったら僕からの2つのアドバイスというかポイントがあるんですよ。